この番組はハーモニーランドの提供でお送りします。優しい気持ちに包
もあれば風の日も、はたまた嬉しい時もあれば悲しい時も。そうじゃなくて、ほらハーモニーランドの中にいろんなことあったでしょ。ああそういうこと。うん、このホワイトバーズスクエアもその一つよ。今まで6つだったアトラクションも11個まで増えたの。約2倍ね。5年間で俺様の人気も2倍になりました。このエリアにさらに先月新しく加わったのがこのスカイジェット。いってらっしゃい。なんだかとっても気持ちよさそうだな。バズマルが気持ちよくなってどうするの。あ、ところでアトラクション以外にも増えたものあるんだぜ。うん、そうね。私たちが送る季節ごとのライブショーがそうなの。まずみんなにぜひ見てもらいたいのがザ・セレブレーションパレード。来るな。大丈夫よ。この大きな自転車ももちろんパレードに出てくるの。俺様も乗ってみたいな。そしてこのショーの一番の見どころはほーら、最大で5メートルにもなる超巨大バルーンだ。俺様のバルーンだ。ない残念でした。エブリバディ、イッツショータイム。アネモが憧れるショービジネスさ、皆さんからのお便りを紹介します。たくさんのお友達からお便りをいただきました。どうもありがとう。プリンス&プリンセスのコーナーではキティちゃんたちの似顔絵、みんなの写真などいろんなお便りを待っています。宛先はご覧の通りです。番組までどんどん送ってくださいね。みんなに一番レッツゴー。さあまずは準備運動からね。100万パワーの元気と100万ワット
今週はハーモニーランド5周年記念トートバッグを抽選により5名の方にプレゼントします。ご希望の方はご覧の宛先まで番組へのご意見ご感想を添えてご応募ください。じゃあかすか応募してくれよな。待ってるよ。ビーチパーティー、そろそろお別れの時間です。来週もまたまた面白い内容でお送りしちゃうのだ。みんな楽しみに待っててね。んじゃ、また会おうぜ。それじゃあみんな、バイバイ。パパが食べるオムレツはどんな味かな。チョコレート、アイスクリーム、甘い甘い愛の味。とてもとても偉いパパ。パパは今朝もまたオムレツ食べる。そして毎朝毎朝オムレツ食べる。ママは厳しい愛情上手。パパもなかなか愛され上手。皆さんも公開収録の会場に遊びに来ませんか？次の公開収録の日にちと時間、そして場所はご覧の通りとなっています。みんなで遊びに来てね。この番組はハーモニーランドの提供でお送りしました。優しい気持ちに包まれて5周年、笑顔あふれるハーモニーランドのゴールデンウィーク、キャラクターさん隣接ドームで始まるよ。夢のチケット、ハーモニーランド年間パスポート、これ1枚で何度でも入園できてアトラクションも乗り放題。お申し込みお問い合わせはご覧のところまで。ハーモニーランド必須アニバーサリー。優しい気持ちに包まれて5周年、笑顔あふれるハーモニーランドのゴールデンウィーク、キャラクターさん隣接ドームで